ファストプロトタイピングボード 4RL78 は RL78 ファミリーマイコンを搭載し、さまざまなアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。エミュレーター回路を搭載し、追加ツールを購入することなく書き込み、デバッグが可能です。このボードを使用することで簡単かつ低コストに試作開発ができ、お客様の開発期間短縮が可能となります。この動画では RL78 ファミリーを初めて使用されるお客様を対象に、ファストプロトタイピングボードを使用してソフトウェア開発を行うための開発環境の導入、サンプルコードを使用したプロジェクトの生成と動作確認の手順をガイドします。開発環境の導入として、ルネサスの統合開発環境 e スクエアスタジオの導入手順を解説します。まず e スクエアスタジオのインストーラーをダウンロードします。ルネサスウェブサイトの e スクエアスタジオのページで最新版インストーラーをクリックしてダウンロードします。ダウンロードした ZIP ファイルを解凍後、インストーラーファイルを実行し、開発環境のセットアップを行います。デバイスファミリーに RL78 を選択します。拡張機能では必要な言語パックなどを選択します。追加ソフトウェアではコンパイラ、ルネサス CCRL の最新版にチェックが入っていることを確認してください。ライセンスの画面に記載されたソフトウェア契約に同意いただけましたら、ソフトウェア契約の条件に同意するにチェックを入れてください。インストールボタンを押すとインストールが始まります。追加ソフトウェアの選択に応じてインストーラーが途中で起動しますので、ウィザードに沿ってインストールします。インストール完了後、 OK ボタンを押します。次にサンプルコードを使用したプロジェクトの作成方法を解説します。この動画では LED を反転表示する RL78G23 タイマーアレイユニット、インターバルタイマーを使用します。ルネサスウェブサイトからサンプルコードをダウンロードし、 ZIP ファイルを解凍します。e スクエアスタジオを起動し、ワークスペースディレクトリーを指定します。プロジェクトエクスプローラータブのプロジェクトをインポートをクリックします。一般、既存プロジェクトをワークスペースへを選択します。ルートディレクトリーの選択では、解凍したフォルダーの e スクエアスタジオ用のサンプルコードフォルダーを選択します。これでサンプルコードのインポートは完了です。最後にプロジェクトの動作確認手順を解説します。実行ファイルを生成するため、プロジェクトのビルドを行います。プロジェクトエクスプローラービューのプロジェクト名をクリックし、ハンマーボタンをクリックしてプロジェクトをビルドします。コンソールビューでビルドの完了とエラーがないことを確認してください。PC とファストプロトタイピングボードを USB ケーブルで接続します。ファストプロトタイピングボードは USB シリアル変換器を実装しており、コムポートデバッグツールとして USB 接続による PC からの書き込み、デバッグが可能です。e スクエアスタジオのデバッグの構成で、デバッグハードウェアにコムポートを選択し、ファストプロトタイピングボードに割り当てられたコムポート番号を選択します。デバッグボタンをクリックするとデバッグを開始し、PC から RL78 ファミリーマイコンにプログラムをダウンロードします。ダウンロード完了後、メイン関数の最初で停止します。
再開ボタンをクリックし、プログラム実行を再開すると、ファストプロトタイピングボード上の LED が点滅することを確認できます。このように、ファストプロトタイピングボード 4RL78 は、追加ツールを購入することなく、簡単かつ低コストな試作開発が可能であり、お客様の開発期間短縮に貢献します。詳細はルネサスウェブサイトをご参照ください。